休暇不足で枯れそうです。本当はね、今すぐにでも、もう明日にでもライブやりたいんですけど、やっぱりみんなの安全とかがね、一番僕にとっては大事なので、まあ、それもできないかなっていうジレンマを抱えているっていう感じなんですけどね、まあ、気持ち的には本当にもう今すぐにでもライブをしてみんなに会いたいです。ダイエットがうまくいきません。元の体型に戻りたいです。いい方法知りませんか？まあでもダイエットとかって結局自分との戦いじゃん。別に人と競ってやるわけじゃないし、基準は常に自分にあるから、その辺は自分に打ち勝つしかないよね。まあ僕のおすすめはやっぱ完食をしないみたいな。変拍子のフレーズを弾くときは他パートのどこを意識していますか？難しいです。基本的にリズムで言ったらドラムです。これはもう 95% ぐらいもドラムです。たまにうちの曲の場合ボーカルのふわりの方がリズム的に、ドラムが結構なんかね、ドラムとギターでなんかわけわかんないことやったりするんで、そういう時に逆にボーカルがわかりやすいところにあるんで、そこを頼りにする時とかあるんですけど、まあ、基本はドラムを聴いて変拍子っていうか、まあ、そういうリズムトリッキーな時とかはそういう風にやってます。ドラムの特にスネアと金物系、金物系はまあ大体ハイハット4分の4かクラッシュ4分の4みたいな感じになってるんで、そういうところを目印にやってる感じかな。ギターの練習などのモチベが上がらんのですわ。なんかツイートとかしてみたらいいんじゃないですか。自分今日この練習したみたいな動画付きで、この練習してて今こんな感じみたいな、やったらそういう仲間とかもできて、でその仲間とかも開けるようになってね、あの友達あのくらいやったから自分もこのぐらいやろうかなみたいな、なんかそういう風になったらいいのかなって。そう、やっぱりモチベーションが続かない時の多くって緊張感のなさが原因だったりするんですよ。そういう時は何かしらいい意味でプレッシャーを自分自身に設けてあげるっていうなんか作戦を、ね、取ったりとかしてます、ね、なんでまあちょっと難しいところではあるんですけど、これができるようになったらライブをしようとか、これができるようになったら SNS にアップしようとかじゃなくて、先に先に自分を試すようなイベントを組んであげるみたいな、そういうのがいいかなって。日差しが強くなってきましたが、日焼け対策にはこれってものがあったら教えてください。もう日の元に出ない、出る場合は日焼け止めだし、なんかまあ帽子とか薄手の長袖を着るとかでもいいですし、なんかそんな感じでやってったらいいかなっていう。どうすればスナさんみたいに綺麗なスタイルになれるの？気遣っていることとか知りたいです。サクッといきます。なんとなく食べるをしない。私は顔の皮膚疾患のためフルメイクができません。特に目周りが NG で寂しいです。ポジティブにどんどん考えていけば、まあ、メイクも確かに楽しみというか見出せるものであることは確かなんですよ、メイクで。けど他にも例えば服装とかでも髪型とかでも楽しみは見出せるものなので、まあ、皮膚の問題でメイクができないというのも仕方ないことだと思うので、もっと別のところで自分の楽しみを見出してあげる方が豊かな生活が送れるのかなと思います。そうカラコンもあるし、それ以外にも髪、服装とかいっぱいあるんで、そういう感じでやっていけばいいのかなって思います。はい、ということで今回はお悩み相談でした。何ですかね、なんか自分結構ポジティブだったかもしれないですね、まあ、でもこうやって自粛の時に、まあ、この間の質問回答もそうなんですけど、こうやってお悩み相談とかなんかこうキャッチボールができるのってすごいいいなって思いました、まあ、また機会があればやってみたいなと思っています。それではまたネクストビジョンで会いましょう。セナでした。